よう、久しぶりだな。こんなところで会うなんて、誰かの差し金か？って、冗談だよ、冗談。ところで調子はどうだ？体、悪化してねえだろうな。指名手配犯に心配されたくないか。警察や人目を避けながらイーターの調査をしてたんだけどよ、逃亡生活ってのは意外としんどいもんだな。ま、泣き言は後だ。イーターに追われてここに逃げ込んだ連中がいる。襲われる前に助けてやろうと思ってさ。俺といると指名手配犯の仲間だと思われちまうぜって言いてえとこだけど。似てるぜ。あいつオタクが来てくれたのは心強い。久しぶりに共同戦線と行くか。ダメだよ。後悔するぜ。このまま突っ走れ。
後悔するぜ。このまま突っ走れ。後悔するぜ。後悔するぜ。このまま突っ走れ。このまま突っ走れ。案外大したことなかったな。後悔するぜ。終わったか。お疲れさん。
行くぞみんな。行くぞみんな。また間に合わなかったってのか。くそ、俺にもっと力があれば。
you
なあ、オタクはどう思う？こいつらに意志ってもんはねえのかな？バカみてえに、ただひたすら食いてえだけなのか？こいつらの目的は一体何なんだ？それは私がお答えしましょう。スエド、てめえふざけんなよ！いつも都合よく現れやがって！この惨状を高みの見物か。観察と分析こそが研究者の責務。私は私の行うべきことをただ粛々と行っているだけです。新田君も興味津々のイーターの研究をね。お前、イーターの目的を知っているのか？いや、興味をお持ちですか。あなたならきっとそうだろうと思っていました。多少長くはなりますが、あなたの素直な探求心に敬意を表して。ところで、あなた、あなたはなぜ食事をするんです？なんだよ急に。食事するのに目的も何もね。食べなきゃ死ぬだろ。その通り。食べるのは生きるためなんです。では、なぜ人は生きるのか。そんなもん死にたくねえからだろ。それは生物の本能に感情と論理の火花が乗っているだけです。生物が生きるのは種を保存するため。そのために生物は環境に適応し、すなわち進化です。進化？その通り。そしてそれは人間もイーターも変わりはありません。イーターは捕食したものをデータとして分解吸収し自由。これがあなた方もご存知のバグ化と呼ばれる現象です。イーターの真の能力はバグ化にあらず、彼らの真の能力はそれら吸収したデータを自らの中の対象を捕食することで自らを書き換え、あ、つまりそれは進化。イーターは捕食を繰り返し、イーターも進化するために。たそうです。イーターにとって生きることとは進化すること。進化し続けることで、なんとも素晴らしい能力だとは思いませんか。これぞセイーターにとってはあらゆる存在が死。それがたとえ現実とデジタルを隔てる壁であろうと、人間が幾世層を経てようやくたどり着く境地をイーターは個々の捕食機能で死。進化のためにイーターに次元の壁を食わせたってのか。確かに私は岸辺さんに協力していました。
ですが、私と岸辺さんが目的を同じくしていたのは、岸辺さんは次元の扉を開、私は壁の方がしっくりくるんですよね。意味的には扉でも同じですが。ちったあ、壁でも扉でもどっちでもいいっつーの。それよりあんたには別の目的があるってのか。いいターンに次元の壁を侵食させることが、結果現実世界はデジタルワールドの影響を受け、常時リアルとデジタルの完全なる融合。それが実現することで何ができると思います？何ができるなんてものじゃありません。現実世界を自由自在に体験することも可能です。自分が求める完璧なものが得られるまで。なっ、そいつがあんたの、それってひょっとして人間そのものの進化だって。そうですね、新たな力の鍵。新たな力の、成し得たいことがあるのならば、たどり着きたい彼岸があるのならば、力あるものを喰らい自身を書き換えなさい。それは何もせずに現状を嘆くのはただの怠慢ですよ。さあアルタ君、君はどうします？どうしたいんです？俺は、いや、ところでアルタ君、なんだよまだ何か。気をつけた方がいいですよ。え？うしろ。進化できないものはいずれ淘汰される。迷いは禁物です。やあやあ、新田君、戻ってこられてよかったですね。ようやく進化の岐路に立てたというのに、消えてしまっては元も子もないですからね。ご気分はいかがですか？これはこれは、なんで結局俺は何も変わってない。ああ、アルタ君、でももう大丈夫です。悲しみが。さあアルタ君、共にこの不完全な世界を新たなるステージへと押し上げるため、そうすればきっ心配してくれてんだろ。わかるぜ。けどでかい宿題が残ってたことを、お前力が必要なんだ。さすが新田君、変化を恐れない君の、君こそ新たな進化を遂げる新人類にふさわしい。それは本当に君の望むものなのか、真田新田。ようこそ。どうしてここに。なんですかあなたは。邪魔をしないでいただきたい。彼はすでに歩むべき どうです、新田君、これが力です。プログラムを書き換え、世界の法則をリアルタイムで改変することが、まだまだ魅力ではありますが。すまねえ、悪いけど俺行くわ。それで後悔はしないのか。後悔だろ、もうずっとしてたんだ。やめておけ。
彼の決意は固い。今は何を言っても無駄だ。君が今すべきことは何だ。私の助手なら答えてみたまえ。全く意味がわからんが、君らしい答えではある。その答えがいかなる結末を導くか、今は深追いしても仕方がなさそうだ。一度事務所に帰るとしよう。極上のコーヒーが我々を待っている。とはいえ悠長に味わっている時間はないだろうがね。なるほど、そんなことがあったのか。ああ、連絡を取らなかったのは悪かった。私は私で地上に現れたロイヤルナイツの、しかし苦労の甲斐あって、彼ら今ロイヤルナイツの反応がある箇所は4箇所。お台場、渋谷、上野、そしてエデンだ。その中で最も明確な反応を示しているのはお台場。ここにはエグザモンがいる。エグザモンはロイヤルナイツの中でも屈指の破壊力を持つ。だが今はイーターに侵食され、活動が鈍っているようだ。今は防衛隊がエグザモンを取り囲み動きを監視している。残りの3つ、渋谷の反応はマグナム、上野の反応はガンクーン、今反応があるロイヤルナイツはこのくらいだ。さて次にやるべきことは我々がやるべきことはロイヤルナイツの勢力を少しで可能ならば仲間に引き入れ。どうしたんだ、いまいち顔に締まりがないようだ。それならいいが。よし、出発の前にカフェインを摂取していきたまえ。私も久しぶりに腕を振るおう。久々の一杯だ。ゆっくり味わうといい。しばらく会わない間に味覚は成長したようだ。さあ仕事の時間だ。ロイヤルナイツの勢力を勝っ。だ、大丈夫かあんた。なんだこの一瞬は。口から得体の知れない液体だ。やはりこのやりとりがないと始まらないな。